お手製です。この車以外ありえないって、愛着がもう湧いちゃって、なかなか手放せなくなりましたね。夢は子供たちと一緒に走ることですね。出会いですか、次に乗る80でしたね。ディーゼルを乗ってたんですけど、20年前なんでディーゼル規制かかってて、地域外だったんで、ノックス PM がまだ乗りたかったんで、運営者さんにもうガソリンでいいよって言って、一度ガソリン車も乗ってみたいなっていうのはあったんですよね、そしたらたまたま出てきて、前の車も結構いじってたんで、それに合わせてと、あとディーゼルに近いぐらいの力がある車にしてほしかったんで、その辺をちょっと直してもらって、でそれからのずっと19年ぐらい乗ってます。走行距離が28万キロですね。最初買った時がだいたい10万超えてたぐらいですかね。もう80とかね、ランクルなんで問題ない、長く乗れると思ってたんで、まあちょこちょこはもうすごい直してるんですけどね、自分で直したりとか。あとダークグリーンの一色の色で、でたまたまボンネットがいらない友達がいて、その子が赤だったんですよ。で赤いボンネットがいらないって言われて、でもらったんですよ。でグリーンの時に赤いボンネットつけて走ってて、そしたらボディの方がもう水を吸うぐらいひどくなっちゃって、じゃあもう塗装しちゃおうかって言って、ハケとローラーで塗りました。お手製です。こだわりは、まあ、他にない色、がいいなと思って、で息子と3人で塗りました。黒より明るい色がいいなと思って、黒だと中が熱くなっちゃうんで、で光を反射する色がいいなと思って、ラベンダー、ちょっと色が褪せてきちゃったんですけど、これも今2回目塗ってます。本当はライムグリーンが良かったんですけど、ライムグリーン結構知り合いで何台かいるんで、でこの色になっちゃいました。オーバーフェンダー銀で、単色でこの色を塗ってからオーバーフェンダーをつけた時に、あれサーフになっちゃったと思って、サーフでこの色があったんですよ。今度は黒にしようかなと思って時間がない持ってく時間がないし、で、ね、仕事終わってから片手間でやってるんで、預けちゃうと乗れないから、やっぱ毎日乗ってたいんで車屋さんもランクルにしてほしいぐらい台車を周りはもう逆に名刺代わりになっていいですよ、僕じゃなくて車を覚えてくれるんで、そうすると、あ、お久しぶりですとか言われるんで出会いを求めるならこの色でもよかったかなと思って。19年前と変わってるのは、ショックと、もう本当に消耗品は変えてるぐらいですね。ダクトとかも、自分でつけたりとか、やっぱり変わんなかったとか、ね、あんまり水の中走ったりはあんまりしないんですけど、あるといいかなと思って、増水しちゃったところを走ったところことがあって、その時はこの辺ぐらいまで水来ましたね。高さでも5インチって言って、120ミリ上がってるだけなんで、そんなに上がってないですね。もともとの中古の時は3インチぐらいだったかな、それを5インチに変えてもらって、足回りのこだわりはぐにゃぐにゃに動くこと面白いぐらいにぐにゃぐにゃ動いてくれて、さらに伸びますね。
競技も出たりとか、あとトライアングルにちょっと出たりとか、ここまで激しいところは1回2回アタックして無理だったらもうそれ以上はやらないように、車を壊すと、あと怒られるんで愛知県にあるアドベンチャー豊根ってところで80ベースっていうイベントをやっていて、その競技とか自分たちでコースを作って、でそこをみんなで楽しく走ろうって言って、そこへもう毎年2回3回ぐらい行ってるんで、ノーマルの車が走れるぐらいのコースを作ったりとか、その方がみんなが楽しめるかなって、あんまり岩とか走らないようにして、本当に潜る土だけで、もうそれ以上やっちゃうと車壊れちゃうんで、もうみんなが楽しんで帰ってくれるようなイベントをやってるんで。もう車両重量ですかね、普通にない重量なんで安定して走れるんですよね。そこの辺が一番信頼できるかなっていう。タイヤ系もこれ以上も大きくもできないし、まあ雪道用でスタッドレスは履いてるんですけど、それはちょっとインチで一つ下げて乗ってて、やっぱりこのぐらいのサイズの方が走りやすいかなって。今はジオランダーの G003 で、サイズが31575R16、まあよく一般的に出てるサイズですかね。ホイールもブラッドレーを、この車をもらった時に付け替えたみたいな。あ、弟にもらいましたウインチ、うん、ウインチもついてます。ウインチ自体は動きます。縁が錆びてるけど、まあでも本体は動くんで。あとこだわりは中の、肘掛けとか自分で作ったりとか、ここが開くように、上がるようになって、で普通の肘置きだとちょっと遠いんですよね。僕大工なんで木で作っちゃう。もう家族ですね。壊れれば直してあげるし、動物とかも一緒じゃないですか。物を言わないじゃないですか、動物も。それでも見ててあげれば何か分かるじゃないですか。車もそうなんで、見ててあげれば、あ、ここが悪いっていうのが伝わってくるっていうか、でそこから自分で直してあげたりとか。家族が増えてからはすごく快適に乗らせてもらえてる車かな。夢は子供たちと一緒に走ることですね。で、まあ、あと3年ぐらいすれば下の子が免許取ってランクル買うかな子供たちが言うにはやっぱりこの車以外ありえないって言われますね。もう本当に好きな車で、でもう子供たちも小さい頃からこれを見てたんで、他の車を見ててもやっぱりこれがいいなって言ったり、最終的にはこっちに戻ってきてくれますね。愛着がもう湧いちゃって、家族で、そうですね、だからなかなか手放せないですね。